サポートシステムスイッチオン。ふるさとの星からのメッセージ。小林まどか。第12章。あの人の変化、私の変化、サポートチームの変化。このサポートシステムスイッチオンの動画を制作配信中に、言霊インタビューでお迎えした坂本正道さん。特にそのタイミングを計算したわけではなく、でも結果的にこの本の内容とリンクしたものをヘミシンクの世界を通して坂本さんから伺えたので、私個人的にも意義深いインタビューとなりました。サポートシステムについて公にしていなかったら、聞き手としての立場もまた違ってインタビューに臨んだと思うので、坂本さんをお迎えする前にこの本の動画を作っていてよかったと感じています。まるで答え合わせをしているような、そしてどこかで、ああやっぱりそうなんだと不思議な感覚に包まれながらのインタビューでした。そして坂本さんの収録の翌週に言霊インタビューにお迎えした辻陽子さん。陽子さんが20代後半の頃、3人で商談中の時のこと。自分以外の2人が霊感が強い方で、その時お店の窓際に霊がいると盛り上がっている中、自分だけ見えないことに腹を立て、カレーを食べながら心の中で、私にも見せてと叫んだら、その窓際にいる女性が見えてしまったと。その時から目に見えない様々な存在が見えるようになってしまったそうで、それも私のサポートシステムの時と似ているなぁと感じました。私も心の中で思い切りどこかに向かって叫びました。助けて、私の人生こんなはずじゃないって。そうしたら満を持して降ってきたサポートシステムスイッチオン。本気で心からどこかに向かって叫ぶと、返事が形を変えてやってくる。ここも共通していました。陽子さんはこれまたご縁が深いなぁと感じる方で、インタビューの時が初対面でしたが、収録後に貴重なメッセージをくださったり、そこもまたサポートシステムを公にしたことでのご褒美だと感じました。言霊インタビューという番組は、私が初めてこの世界で仕事をしながら、自分の生きる意味とか、自分が世のため人のためにできることとして取り組めた大切な番組です。局アナ時代からインタビューを数多くしてきましたが、これまでインタビュアーは架け橋だと思ってきました。ゲストの方とリスナーの皆さんへの架け橋。ゲストの方の専門分野を伺うとき、私も知っている立場でいては、聞いているリスナーの人たちを置き去りにしてしまう。それではインタビューは成立しないので、知っていたとしてもわからないふりをして質問をしたり、噛み砕いてハードルを下げる役割に徹してきました。でも、このサポートシステムスイッチオンのシリーズを配信することで、確実にインタビュアーとしての立ち位置が増したように感じています。さて、長年サポートシステムについて公開することに躊躇していたのですが、配信し始めて間もなくの頃、ふとサポートチームたちに
チューニングしてみたら、祭り状態で喜んでいました。あんなにおしとやかでお上品な落ち着いた天使たちというのが私の印象だったのに、なんかこう仲間たちみんなが大歓声の中、満面の笑みでクラッカー鳴らしちゃってるような、そんなテンションの高さを感じました。時間はかかりましたが、今こうして皆さんにお伝えすることに意味があったようです。配信し始めてからというもの、身近な人たちが私のもとへ感想を届けてくれています。サポートシステムのオーディオを聞いていたら、オンラインやイベント関係、いろんな宇宙人系の人が集まってきて、なんだか怖いですとか、まどかさんの声が心地よくてスイッチオンになるように助けてって朝から言っちゃいました。温かい存在が背中全体を包んでくれているように感じます。サポートスイッチオンになって、カウンセリングの依頼がイギリスからありましたとか、朝から奥さんがサポートシステムスイッチオンと口ずさんでるよ、第7章やっぱり天使からの回答は固定概念が解けて楽になるよね、きっとみんなワクワクするし、守られてると思うと温かい気持ちになるし安心感あるね、などなど。ちなみにこの感想、すべて男性の方たちからです。一昔前はこの手の話は男性はうさんくさがっていた印象がありますが、もう男性もどんどん柔軟に開いている人たちが増えてきて、そういう時代なんですね。YouTube の動画の各章のコメント欄にもちらほら感想が届いていますが、ぜひサポートシステムスイッチオンを聞いて、自分自身の変化、面白い出来事、不思議な体験などがありましたら、コメント欄で教えてくださいね。いろんな人が様々な出来事をシェアすることによって、まさか自分はと思ってサポートシステムからのシグナルをスルーしてしまう人たちにとっても、はっと気づけるきっかけになるかもしれません。コメントお待ちしています。生きているとハードなことってたくさんあるけれど、でもこうしてえいやーと思い切って自分を開示してみると、ご褒美の出来事も同じくらいあるんだと感じている今日この頃です。あなたも私もみんなでサポートシステムに頼って、甘えて助けを求めて、たくさんの変化を起こしていきましょう。